アンドレスデサンタクルスイカラウマナは、ボリビアの政治家、軍人。スペイン人を父に、インカ王族の血を引く、先住民を母として、アルトペルーのふわりナ村で生まれた。軍人となりスペイン領アメリカの独立戦争が勃発すると、当初は、スペイン副王軍に従軍してと独立派と戦ったが、敗れ降伏した。1821年からは、シモンボリバルの配下となり、 独立派に身を投じ、セピタの戦いでその軍事的な才能を遺憾なく発揮した。1825年8月6日、アントニオホセデスクレと共に、アルトペルーをスペインから解放し、新国家、ボリビア共和国を誕生させた。スクレが国外に去った後はその後継者となり1829年に、ボリーバルの推薦を受けて、第6代大統領に就任。 国土の安定を目指して、強権を持って、経済を立て直し国内の開発を続け、軍備を強化した。隣国ペルーの内戦に介入し、勝利を収め1836年に同国を併合して、ペルーボリビア連合を結成。自らは、終身、世襲の連合後民間になった。しかし、このことに、危機感を持った地理と戦争になり、ユガ外の戦いに敗れ、 1839年に失脚した。エクアドル経由でフランスへ亡命しその後も何度か再起を試みるが果たせず1865年に死去した。ありがとうございます。